糸かんな糸こん、あ、最初に糸こんにゃくをしっかりと洗っていただきます。理由は糸こんにゃくを使うときに石灰を使っているからです。石灰を使って作っているので、どうしても、こんにゃく独特の臭み、糸こんにゃくにしても板こんにゃくにしても独特の臭みがあります。この臭みを取り除くためにはしっかりと水洗いしてから、水の状態で鍋に入れて水から煮立てて茹でこぼさないといけません。沸騰させる、茹でこぼしてくださると臭みが取れますが、この沸騰させたお湯に臭みが入ってますから、これをまた水洗いして臭みを洗い流さないといけません。気になる方は2度3度やってくださればいいです。ただシンクに捨てるときは熱湯のまま捨てるとシンク傷むので、ちゃんと水で流して温度を下げてからシンクに流してください。下茹でをして臭みを取った糸こんにゃくをフライパンに入れてから煎りしていきます。から煎りしながら下味をつけたいので塩を振り、バジルを振りかけ、あ、一味をもう切り入れてもだ、まあいい、便秘やから便秘解消の一助になるでしょう。一味とでバジルを振りかけて水分を飛ばして味を絡みやすくするためと、それと何よりも少しでも美味しくですするためですね。水分がたくさん含んだままではどうしても味が入りにくいです。これがまあ小麦の麺、穀物の麺とこんにゃくの違いです。こんにゃく麺を美味しく食べようと思うと、ちょっとやっぱりから煎りして水分を完全に飛ばさないといけないですね。で、水分を飛ばしてから煎りしてる間にウインナーとか一緒に入れる具材を切っていきます。今回のは厳選レシピじゃなくて糖質制限レシピなんで、脂肪分は認めてます。だからウインナーに入っている脂肪分は認めてますんで、完全糖質制限でもないので、トマトケチャップ、ナポリタン、トマトケチャップなしっていうわけにもいかないので、トマトだけでやってもいいんですけど、ちょっとやっぱりそれではね、美味しさがないと思うので、できれば糖質を半減させたトマトケチャップありますよね。糖質を減らしたトマトケチャップを使ってください。でウインナーだけではやっぱりナポリタンとは言えませんので、ピーマンですね。業務スーパーの糸こんにゃくに、業務スーパーのウインナーに、業務スーパーのピーマンに、業務スーパーのトマトケチャップです。だから糖質を減らしたトマトケチャップはないです。で、サルサソースも業務スーパーで買ったやつです。特別なことは特に何もないですね。糸こんにゃくの臭み、こんにゃく独特の臭みをしっかりと下茹でして取ると。で、しっかりと空煎りして下味をつけていく、アクセントをつけていくと。それぐらいがまあ、
特別といえば特別ですね。で、僕はまあ空入りにしましたけど、空入りしてから僕はそのままニンニク入れましたけど、オリーブオイルとかごま油とかサラダ油で糸こんにゃくとニンニクをいってくれはってもいいです。この辺は厳選ダイエットレシピではないので、糖質制限レシピなので、油分に関しては制限かけてないですからね。で、お子様なら、お子様に食べていただくなら、このサルサソースは抜いてくださいね。サルサソースは大人向きで、量もその方の好みで加減してください。じゃあもうちょっと炒めていきます。9月20日、一品目、糸こんにゃくナポリタン、食べていただきます。あ、料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方は、お気に入り登録をされてから離脱されてください。いただきます。あー、おいしそう。24時間ぶりの食事。うん、おいしい。空入りした甲斐がありました。胡椒と塩と一味の味がしっかり入ってます。トマトケチャップの味はね、あんまりなくて、サルサソースの辛さが来てますね。お子様にはもっとトマトケチャップたっぷりかけてあげた方がいいですね。僕にはこれぐらいの方がちょうどいいです。この後はちまちまと時間かけて食べていくだけなんで、一旦切りますね。おいしいですね、おいしいですね。また残らず全部食べてしまうとこでした。暑いんでね、食べてる時はちょっと上と脱がしてもらってるんで、あー、美味しかった。厳選ダイエットレシピは糖質も脂質も抜いてるんで、まあやっぱり味では僕は好きですよ。僕は好きですけど、ちょっと落ちると思います。だけど糖質制限レシピは油に関しては解禁してるんですよね。油解禁してるから糖質制限レシピの方がやっぱり旨味は多いですね。油という美味しさ、特にダイエット期に体が欲する油をね、食べれますから、うまいです。うん、あー、美味しかった。申し訳ない、うまくカットできたらいいんですけどね、編集できないんで、ごめんなさい。少しずつ上手にやっていきます。9月20日1品目、1品目、糸こんにゃくのナポリタン完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。